はい、こんにちは、まやちゃんのまやはるです。はい、今日はですね、コアラさん、おとらむ子供お姉さまごきげんよう。コアラ、お久しぶりです。お久しぶりです。動画に出るのめっちゃ久しぶり。会うのはよく会ってるんですけどね。ネクストアップ以来じゃないですか、動画って言ったらですね。うん、そうだ。で、今日はなんとコアラさんとトレパカ、これ超意外意外な対決をしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初心者なんでお手柔らかに。あ、まあうちらもルールを理解してないですけどまあ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 、ちょっとこの頃こういう感じでできるよみたいな動画ですね。はい、じゃあお願いします。よーす。じゃあまずはじゃんけんから。最初グーじゃんけんぽい。よっしゃ、僕先行。じゃあ先行、分かりやすく先行で。はい、でカードまず4枚。はい、ちょっと僕引き直します。1回だけ引き直しできない。引き直します。引き直し、はい。じゃあ、ヤシ君、いろいろシャッフルできないから僕やろうか。いろいろ事件が起きましたね、今の。いろいろ事件あった。コアラさん、じゃあ僕のターン。まずはドロー。ドロー2枚。はい、なんだこれ。じゃあ、まずはかわいいマヨネから。マヨネ、ペペロ。これもトレパカだね。待って、そして僕の最強のカード、ゴブさん。ドゥーン、登場。ワンドロー。ワンドロー、あ、ワンドロー。じゃあ引きます。さすがゴブさん、これが使える。これが使える。あ、登場。あ、そうだね、トラッシュがあるんで。じゃあ6枚中2枚来る。勝負師だ。あ、1枚チャップが…あ、危ねえ。6枚引いてよかった。じゃあペペロンとチャップがジャラ出たんで、相手のキャラ1枚トラッシュ。じゃあ1枚トラッシュしてください。ペペロン補充して、で、エンドです。はい、ツードロー。チャップ、マヨネ、コブさん。ゴブさん登場。ワンドロー。来た。最強のカードが。マヨネの効果、登場トレパカ、ジャラ2つ。何枚、何枚トレパカする？6枚中2枚だけトレパカ。2枚。1。あ、お、出た。出た。はい、来たー。相手の機械1枚トラッシュ。ゴブさんトラッシュ。はい、で、前にアタックできる。はい、っていうことで、スラックボタン、よろしくお願いします。4になります。4で、さらに、それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。せーの、これで、バイバイ。5、まずいな。じゃあ6になれば成功。バイオにこれつけて3にして、で、ペペロンもガードに加えて6。やばい、6。やば。じゃあ、ゴブさんでアタック。ゴブさん追加ってこと？うん、私追加。あー、じゃあこいつ7。うん、じゃあこいつ前でオープンで、あとはそこ。はい、じゃあこれもで、チャップでアタックするときに、セリオテキンキック。何枚トレパカします。ジャルがこれ全部トレパカします。全部。じゃあ出るかな。3枚出れば。やばい、来ちゃった。1つで、あとそれが2つが来ちゃったら出ない。出なかった。出なかった。ノーマルだね。プラス3。バトルカード1枚のがプラス3のだから、だからこれ4がプラス3、7。ペペロン破壊。うわー、ダメージ。ゆうちゃんは手札がなくなったからね。うん、強い。手札がなくなって、コーラさん勝ってるの。これ全部、これ全部トラッシュ。まずいな、結構まずいぞ。エンド。強いぞ。僕のターン。ドロー2枚。よし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 。まあ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 。最強のキャラ。登場ワンドロー。そしてスコーピオン。で、ドロー、ゴブさんの効果でワンドロー。イエティで、チャップ攻撃で。この、これつけます。あ、無常力に無理。ああ、はい、で、これが、ジャラ2枚出て成功すれば、ワンドロープラスパワープラス6。うわ、やばい。し
敗したらプラス1、うん、で、ワンドロー。で、僕はね、3枚3枚3枚でいいの？3枚でいい。大丈夫か？おし、お大丈夫か？うわ、来たー。 おあー、じゃあ OK、もう3成功。じゃあ、パープラス6、パープラス10。うわ、で、1枚ドロー1枚。コアラさん、14。チャップ破壊？チャップ破壊だね。これはどうしようもできないね。あー、仕組んでる。スコーピオンで、マヨン。マヨン。あ、こっちだよ。ちょっとやばいと。でもこっちも厳しいんだよ。ゴブさんがゴブさんを打つ。ゴブさんにイエティつけて、これで負けたね。3ダメージ、で、最後にこれを戻して、これ買ったんじゃないか？エンド。お、2枚。でも俺もちょっとね、セフダウン。ドローして、これ厳しいよ。よし、出そう。で、今ちょっといい感じでね。マヨネーズ。うわ、強っ。いやー、ペペロン。うわ、強い。じゃあマヨネーで、ゴブさんにアタック。で、効果発動。トレパカをします。はい。で、これはね、3個。トレパカカード。1枚と札と1枚とラッシュ。あー、成功した。あー、成功した。札は、バトルカードと。の杖と、またジャラスだ。杖となんだ。3つね。3つ。なかった。1つ。何もないの、じゃあ。何もない。だから、ゴムさん破壊。ゴムさんをダメージ。豚子。ダメージ。ダメージ。タコット。じゃあ次。ペペロン。ペペロン。ペペロンペロン。ペペロンで4だから、うん、イエティと相打ち。その場合はペペロンは生き残るんですけど、わー結構危ないな。あと3つかで、エンド。結構やばいな。やばい。では僕のターン。ドロー。インセント、そしてグッテリー。おっと、スナック。スナック使うときのトルパカ。ヴィンセントでペペロン。あ、ちょっと待って、ガードの効果。ガード。トルパカ。ウッドアクスとジャラス2つで、パワープラス4。バトルで倒されなければバトルアイテムすべてトラッシュ。バトルアイテムすべてトラッシュするから、ただカードトレパカしてこれが出ないといけないんだよ。これって相手がトレパカの効果出して、じゃあプラス4されましたってなったら、こっちはその後重ねて出すことかな。で、大丈夫。ああ、なるほど。じゃあ何枚トレパカ？4枚。そうだよな、勝負仕掛けるよな。1、2、2。アックスじゃないかな。でもあんねん。アックスないよ、見たことない。ない。残念でした。ということは破壊。破壊破壊じゃねえ、これこれはダメージだ。やばいぞ。はい。お、これは。これは来たんじゃないか。これは勝てるのか。次はスコーピオンで前に相打ちできる。まあそうだね、スコーピオンで前に相打ち。5ダメージ目。あ、やばい。あ、ということで。グッテリーで攻撃。もう1ダメージで最後のダメージだ。負けた。もうやばい。嘘。早い。そういうことだね。強っ。こいつが強いですね、意外と。スナック持ってないですけど、パワーこうなんで。結構強い。僕実はあの手札にまだこいつが、鉄拳キックがこれあったから、最悪これでどうにかしようかな。でもこれ、ジャラジャラジャラなし、ジャラジャラだ。これがでもあれですね、斧があれば。斧って見たことないんだけど。多分何かしら。あ、拡張の方に入ってんじゃないの？拡張の方か。ないでしょ？斧見たことない、パパ。ないね。はい、ということで今回ですね、コアラさんとトレパーカーバトルやってみました。うん、面白かったね。面白いですね。面白い。いや、でもコアラさん最初でも強かったね。引きが意外と良かった。あとはやっぱゴブさんのおかげと。ゴブさんのおかげ。愛するゴブさんのおかげ。愛するゴブさんのおかげ。はい、ということで、コアラさんのチャンネルはですね、説明概要欄、概要欄の方にあるのでチェックしてみてください。はい。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。